今日は中日ドラゴンズが大量得点できる打線を考えてみました。今中日ドラゴンズは極度な打撃不振になっています。4月13日からの巨人3連戦では3試合連続1得点です。開幕から17試合連続で猛打賞がありません。そしてやっと昨日の4月16日に京田陽太選手が猛打賞を達成しました。チーム打率は2割2分0厘ホームラン3本です。阪神のルーキーの佐藤輝明選手が個人でホームランを5本打っています。チームが1人のルーキーの本塁打数に負けています。それぐらいひどいです。この動画を最後まで見ると今の中日ドラゴンズの打線はどうすれば攻撃力が上がるかがよくわかります。また私のチャンネルは中日ドラゴンズの情報、中日ドラゴンズのドラフトについて語るチャンネルです。よろしければぜひチャンネル登録よろしくお願いします。まずなぜ中日ドラゴンズがここまでの打線不調になったのでしょうか。まずはビシエド選手が怪我で離脱したからです。開幕からビシエド選手は好調でした。さすが4番バッターです。でも4月8日に怪我をして1軍登録抹消します。理由はジョージのコンディション不足だそうです。ジョージは体の手と腕のことです。球団からの詳しい情報は出ていませんが、去年の肩の脱臼が少しは影響しているかもと私は予想しています。でも真相はわかりません。ビシエド選手は3割8厘1本のホームラン7打点の成績を残しています。1ホームランで7打点を残すのは立派だと思いますね。ビシエド選手の一軍復帰は与田監督はすぐにチームに戻ってくると言っていました。1日でも早い復帰をファンは望んでいます。もう一つの原因は阿部俊樹選手の打撃不振ですね。とにかく阿部俊樹選手が打てない。2020年シーズンは終盤戦には3番を打っていました。2020年の3番での打率は2割8分8厘です。とても立派な成績ですね。今季はバッティングにとても苦労をしています。阿部俊樹選手のここまでの成績は打率1割5、8厘、0ホームラン、2打点です。一時期、与田監督は阿部俊樹選手に4番を任したいと言われていました。1日でも早く打撃不振から抜け出してほしいですね。まずは下位打線を打たせてみてもいいと思っています。また平田良介選手も今シーズンもバッティングに苦労をしています。2018年シーズンは3割2分9厘9ホームラン55打点と立派な成績を残しました。出塁率は4割1分0厘でした。でも昨シーズンからなかなかいい成績を上げることはできていません。平田選手がライトで打率2割8分0厘以上を残さないと中日ドラゴンズは順位は浮上しないと思っています。ライトの守備は一流です。早く不振から立ち直ってほしいですね。平田良介選手の今シーズンの成績は打率1割4分3厘0ホームラン3打点です。去年打率3割を打ってゴールデングラブ賞に輝いた高橋周平選手も打率はあまりパッとしません。高橋周平選手は今シーズンキャンプインをするとき体重を今までの最重量の98キロでキャンプインをしました。これはホームランを増やすために体重を増やしたそうです。でもなかなか今は効果が出ていないと思いますね。体が重たくなって体が動きにくいのでしょうか。4月15日時点でエラーはすでに3つを記録しています。2020年は106試合に出場してエラーはたった5個。今シーズンはホームランを増やしてほしいですが、中日ドラゴンズは守り勝つ野球で勝ち星を拾っていくチームです。守備も頑張ってほしいですね。2021年高橋周平選手の成績は打率2割6分8厘0ホームラン4打点です。やはり去年主力で活躍したビシエド選手が怪我で離脱。高橋周平選手、阿部俊樹選手がバッティングで不振なのかやっぱりとても痛いです。では中日ドラゴンズは今いる選手の中でどういった打線を組めばいいのかを考えてきました。まずは今いる選手の中でバッティングを重視した打線にした方がいいと思います。ここまで打てないとある程度は守備に目を閉じるしかないと思っています。では中日ドラゴンズが大量得点する打線はこうです。1番大柴、2番三ツ俣、3番木下、4番アリエル・マルティネス、5番高橋、6番イリオ、7番福田、8番石橋です。1番大柴は動かさなくてもいいと思いますね。打率を3割超えていて、今中日ドラゴンズの中で一番頼りになるバッターです。2番には三ツ俣選手を起用したいです。まだほとんど試合には出ていませんが、進塁打、バントを決めれる選手です。つなぎの2番に最適です。3番には思い切ってファーストで木下拓也選手を使いたいですね。打率はまだなんとか2割を超えています。平田選手、阿部選手よりももしかしたら今はバッティングの調子が木下選手の方がいいかもしれません。4番はアリエル選手に期待ですね。レフトを任せられる選手がいないので、レフトではアリエル選手を起用してほしいですね。5番は高橋周平選手ですね。昨シーズン高橋周平選手は5番として打率3割0分8厘を記録しました。去年のいいイメージで打席に立ってほしいので、高橋周平選手には5番を任したいですね。6番はイリオ選手です。
医療選手が6番は少し不安が残ります。でも同じ外野の福田選手、平田選手よりは打率はいいので6番を任したいですね。7番は福田選手です。今シーズン福田選手はバッティングに苦労をしています。本当は福田選手に3番を任したいんですが、打率は1割台です。でもここは石川昂弥選手が怪我が治ったら、石川昂弥選手を思い切って3塁で使ってほしいですね。石川昂弥選手は太ももの怪我は完治したそうです。まずは2軍戦で調整をして、今シーズン中に1軍で活躍する姿を見たいですね。8番は石橋選手に期待をしたいですね。とても鋭いスイングをする3年目の捕手です。ファーストには木下選手を起用して、空いた捕手のポジションを任したいですね。肩はいいので捕手としては不足はないです。足りないのは経験です。でもこの打線でもまだ不安ですし、守備もやはり不安が残りますが、これくらい思い切って打線変更をしないと得点することは難しいと思いますね。ここでガーバー選手が来日をして、ビシエド選手が怪我から復帰した時、ベストの打線を考えていこうと思います。1番大柴、2番三ツ俣、3番アリエル・マルティネス、4番ビシエド、5番高橋周平、6番ガーバー、7番京田、8番木下です。この打線ならある程度戦えると思っています。キーマンになるのはレフトのアリエル・マルティネス選手ですね。やはり去年まで在籍していたアルモンテ選手の穴を埋めれそうなのはアリエル・マルティネス選手しかいないと思いますね。アリエル・マルティネス選手がフル出場すればホームランは20本ぐらい打ってくれると思いますね。ガーバー選手は6番だったらいい働きをしてくれると思います。ガーバー選手には打率2割7分0厘、ホームラン15本ぐらいを期待したいですね。7番は京田陽太選手を入れました。京田選手はバッティングがあまり良くはありません。でも守備は球界でもトップクラスです。7番だったらいい働きをしてくれると思っています。でもここ最近は少し送球の方が不安ですね。なんとかこれぐらい攻撃力ある打線を組めるまでは投手陣には踏ん張ってもらいたいですね。今日のまとめです。中日ドラゴンズが打線に苦労しているのは、阿部、平田、高橋、福田などの主力選手のバッティング不振、そしてビシエド選手の怪我で2軍落ちが原因です。中日ドラゴンズがバッティング不振から立ち直るには、アリエル・マルティネ選手とガーバー選手が鍵を握っていると思います。今日の動画は以上です。また動画更新したら皆さん動画見てください。どうもありがとうございました。失礼します。